皆さんこんにちは、暇な女でおなじみのひまこと申します。はい、気づけばですね、海水魚水槽を始めてから半年が経っておりました。今年の1月から始めたんで、まあもう半年超えて7ヶ月、7月もねもう終わるんで8ヶ月になろうとしております。なのでここで一回ね振り返りみたいなことをしておこうかなと思います。動画を始めたのが今年、3月の20日なんで、その前の動画にしてない部分、立ち上げ当初からをね振り返ってみたいなと思います。といってもね、写真でしか残ってないんで、それを見ながらの思い出語りみたいな感じになると思いますんで、のんびりゆるーく見ていただけると幸いです。では、早速振り返ってまいりましょう。はい、こちらの画像はですね、今年の1月3日に撮られたものになります。2023年のお正月はライブロック作りから始まりました。なんでライブロックを作っているかはですね、サブ水槽サイズアップした動画の中でお話ししておりますので、まだご覧になられていない方はぜひそちらの動画をご覧ください。はい、というわけでね、海水水槽を始めるにあたって一番最初にしたことっていうのは、このライブロック作りでございました。確かね、材料はセメントとカキ殻と、パーライトだったかな。ググって出てきた、作り方を見て作った記憶があります。続いてこちら、1月の12日撮影でございます。自作ライブロックのアク抜きが終わって、いよいよ水槽立ち上げという時の写真ですね。はい、最初はですね、30、30、50の、30センチキューブハイでやろうと思っておりました。こうね、小さい水槽にバランスよく綺麗に配置されたサンゴ水槽っていうのに、憧れがございました。はい、続きましてこちら、1月15日撮影でございます。はい、外部フィルターの露材がですね、ライブサンドなんで、もうね早速生態入れても大丈夫だろうっていう完全なる、素人思考でですね、早速サンゴとスカンクシュリンプさんを、入れておりますね。はい、こちら、初代筒水田さんはですね、残念ながら速攻で溶かしてしまいました。で、スカンクシュリンプさんはですね、入れて2日後には、共食いをしてしまいましてですね、ちょっとね軽くトラウマになってしまいました。はい、今だったらもうねこんな無茶は絶対にしないんですけども、当時は本当にね何もわからないまま始めたんでね、生態たちにはね、申し訳ないことをしてしまいました。ちなみに、共食いで生き残った方が、今のメイン水槽にいるスカンクシュリンプさんです。はい、こちら1月21日撮影でございます。そのね初代筒水田さんが左でちょっともうボロボロになっておりますね。で、真ん中に海きのこさんと、その上に、八重山金歩と、右の方に、また筒水田さん飼っておりますね。この筒水田さんは今でも元気に、開いてくれております。はい、こちら1月26日撮影でございます。左が河原ふさと坂、右が河原ふさと坂ライトグリーンでございます。この2つは、本当に大きくなったなと実感しておりますね。見比べるとよくわかるかなと思います。はい、こちら2月2日撮影でございます。1ヶ月も経たないうちに、30センチキューブハイから60センチ規格水槽に、引っ越ししております。小型水槽の維持に敗北した結果ですね。まだまだね海水水槽がどういうものかっていうのが、分かってない感じがしますね。完全に淡水と同じノリで、やって
ていた記憶がございます。うん、で、この頃にはね、ニモちゃんが入ってますね。で、3号が、河原ふさとさかと八幡小足とさかと、筒海津田とスターポリップかなが入っております。うん、海きのこさんどこ行ったんでしょうね。はい、こちら2月12日撮影でございます。ちょっとレイアウトが変わってますね。確かチャームさんで売ってる筒海津田を全部買った時の写真だと思います。この時はね、本当に筒海津田が大好きで全部欲しいってなって買った記憶があります。はい、こちら2月27日撮影でございます。ライブロックが自作のやつからね、豆ライブロックに変わってますね。ここでもね、素人思考を爆発させて、本当にね、何も考えずに全部一気に、取り替えてましたね。はい、幸いソフトコーラルしか入れてないし、まあ、魚もにもちゃんとハタタテハゼと、八重山銀歩だったんで、まあ、目に見えて悪いことが起きたってことはなかったんですけど、まあでもね、こんなことをしてたんで、生物層の薄い水槽になってしまったのかなと。今ならね、絶対にしないことを本当に平気でやっておりましたね。はい、そしてこちら、3月31日撮影でございます。この辺からもうね、動画にしていたんで、ヒマチューブ昔からね見てくださってる方には、懐かしいレイアウトなんじゃないかなと思います。この頃のね、でっかい海きのこさんめちゃくちゃ元気で存在感が半端ないですね。で、これが4月1日撮影なんですけど、コンパクトにね、まとまってて個人的にはとても好きな感じでございます。で、でっかい海きのこさんと、筒海津田をサブ水槽に移動させた後でございますね。とてもね、すっきりしてていいなと思う反面、機材がね、ごちゃごちゃしてるなと、思いまして、この頃からね、もう水槽大きくしたいなって常に思い始めておりました。はい、こちらが4月20日20日の撮影でございます。90センチ水槽にお引越ししてますね。ライブロックの追加とかね、全然しなかったんで、最初はものすごいスカスカでしたね。で、ここから、ライブロックを追加したり、生態を追加したりとね、ちょっとずつ変えていって、で今に至るわけですね。改めて見ると本当にね、レイアウトいじりすぎかなと、思いますね。海水水槽はいじらない方がいいって言われてるのを本当にとことん無視している感じでございます。はい、まあ幸いね、魚が一匹も落ちることなくね、元気にしてくれてますし、まあ、サンゴは筒海津田とでっかい海きのこが不調にはなってしまったんですけども、その他はね、今でも元気にポリプ開いてくれております。はい、というわけで、半年を振り返ってみましたが、いかがだったでしょうか。本当にね、レイアウトいじりすぎだろっていう感想しか出てこないヒマチューブ水槽なんですけども、まあさっきも言いましたけど、私はですね、60センチ水槽のコンパクトさ、すっきりとまとまった感じのレイアウトが好きだなと、見返していて改めて思いました。皆さんどの時が良かったとかありましたらね、良ければコメントで教えてください。皆さんとのたくさんの思い出が詰まったヒマチューブ水槽、これからも楽しんでお世話していきたいと思います。改めてね、今後とも何卒よろしくお願いいたします。というわけで、この動画が良いと思った方はグッドボタン、まだまだだなと思った方はバッドボタン、この水槽の行く末を見守りたい、一緒に作っていきたいと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アドバイスや応援、おすすめ、質問、感想などなど何でもいいんで、気軽にコメントも書き込んでくれると嬉しいです。リアルタイム追いたい方はですね、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。ではでは、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。